阪神競馬場第一レースは阪急杯、体勢整いスタートしました。先行争い、まず何が行くのでしょうか。内の方からスーッと赤からピン出てまいります。メイユーキタン、サブロメール、そしてウィンマーベル、メイユーコシアイ、タバノブラック杯、スマートフラージ、カルロベオチェ、エンペザー、ダノンティンパニ、ワールドウィング、そしてサブロアイ、ボルタコフスキー、オープンルサイン、メインウィン、デュナ、ルクリポール、一番後ろからサンライズロナウド、こういった体勢です。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭は赤からキング、リードは2馬身、これを追って2番手にメイユーキタン、残り600のハロン棒を通過しました。オープンルサイン、早くも上がっていきます。デュナ、差を詰めてきた、そして間からワールドウィング、ルクリポール、差を詰めてきた。各はこれから直線に向かいます。ウィンマーベル、4番手まで上がってきた。内からメイユーキタン、現在2番手の位置、スマートフラージ、上がってきている。さあ残り200、先頭は朝からキング、2番手のウィンマーベル、食い下がるウィンマーベル、伸びてきている。ウィンマーベル、ウィンマーベル、ウィンマーベル、今ゴールイン、1着ウィンマーベル、2着入線はスマートフラージ、そして3着にダノンティンパニー。勝ちタイムは1分20秒3、勝ったのはウィンマーベル。